パスタは別湯で不要。お鍋一つに野菜もパスタも全部加えて仕上げちゃう。味付け簡単、マッシュルームのワンポットパスタをご紹介します。材料はご覧の通りです。では作り方です。まず鍋に材料 A を入れて強火にかけ、材料 B で調味します。沸騰したら中火にしてかき混ぜながらスパゲッティが柔らかくなるまで8分から10分煮込みます。混ぜ合わせた材料 C を加えて絡めましょう。器に盛り、タイムを添えれば出来上がりです。生クリームとパルメザンチーズのコクにタイムとニンニクが香るパスタですよ。ぜひお試しください。